にちは、カウンセラーの山本由美です。今日からやっと高校、中学校、小学校が始まりまして、イタリアはなんと3ヶ月の休みなんで、もうこの3ヶ月ずっと娘たちと家にいましたが、まあね、旅行したりとかしたけど、やっとやっと娘ちゃんたちが学校に来ましたとですね。でイタリア、今日から娘上、下の娘が高校1年生で、上の娘がもう高校3年生でも、イタリアっていうのは高校が5年あるので、まあ結構なんていうの、まあまあまあまだまだなんですけど、あと入学式とかがないんですよ、あんまり。なんか制服じゃないし、まずで入学式がない。入学式っていうか、なんかね、一応 T シャツとかもらえるはずなんだよね、その高校に行くと。だからなんか T シャツもらって帰ってくる。いや、なんかそのなんかセレモニーみたいなのはちょっとはやるみたいなんですけど、そのまあそれぐらいで、そんなにあの大きな何かをするということはないですね。で制服とかもないですし、だからまあ初日なんですけど、結構ゆっくりしてるというか、まあそんなに焦らなくてはいいんですが、高校生ですね、高校で5年間、いやー夏休み長かったですですね。やっと私が一人になれるというか、なんか夫は家にまだいるんで、いやまだがなんか始まんないみたいですけど、仕事、いやまあやっぱりこの小さくはないんですけど、まあ小さい家にですね、家族4人がいるっていうのはね、結構まああれですね、息が詰まるというか、そういうのはありました。ということで、まあ学校のことを話そうかなと思います。娘の高校受験っていうのはなくて、イタリアの場合はあの行きたいところに行ってくださいという形です。でどうやって選ぶかっていうと、いろんな、文系、理系、なんかインフォメーション科とか、コンピューターやりますとか、なんかね、そういういろいろな種類があるんです。インフォメーションとか、あとなんだろう、なんかホテルマンになるための学校とか、まあ農業をやりたい人のためとか、なんかそういう芸術家、なんか昔あった、そういう、手に職を入れるのかみたいな、いろいろ分かれてます。でまあ言語とか、ね、そういうふうにいろいろ分かれていて、まあ一応まあ難しいよって言われてるのが理系文系の普通高校って言われていて、まあ日本とかもそうですよね、工業高校とかになるとちょっと楽、簡単になるみたいな。でまあでも行きたければ誰でも行けるんですよ、その試験とかないからね。ただまあ行った後結構大変だよねっていう話で、まあうちの上の子が理系の高校、下の子が文系の高校に行くことになりました。まあ、イタリアと日本の違いっていうと、やっぱりそのあれですね、クラブ活動がないっていうこととか、お弁当がないっていうこととか、あと授業が、まあ、結構面白いのがやっぱりラテン語とか未だにあるんですよ。そのもう死んだ言葉なんですけど、なんかね、ラテン語、なんか赤ところにあった何百年前の話よっていう話の、そのラテン語とかで、うちのもう一人の娘は文系なんで古代ギリシャ語で、なんかギリシャ神話とか、なんかギリシャ哲学みたいなのを学んでいくっていうクラスの、そういうのも学ばさせられると。で高校3年生になると哲学っていうのが入ってきて、哲学とかも勉強するんですね、学校で。まあ先生とかにもよるんで、もちろんね、それが哲学がいいとは言わないですけど、一応哲学の本とかがあって、まあ結構面白いですよね。そのなんか倫理とかじゃなくて、そのクラシックな哲学、そのまあアリストテレスがとか、まあそういうやつですよ。カントがとか、まあソフィーの世界ってやつみたいなものをします。ね、なので。結構そういうのが多い。あと試験がですね、筆記、日本だとこの試験習慣っていうのがあって筆記じゃないですか。イタリアはもちろん試験があるんですけど、まあ一つだから数学だったらこの章が終わったらやりますとか。でもですね、なんと筆記だけではなく口頭があるんですよ。
数学もあるな、数学も高等もあるし、まあ、歴史とかだとじゃああなたなんか織田信長について喋ってとか言われるんですよ多分要するに織田信長とはっていうことをなんかその勉強してまとめ自分の頭でまとめて喋れるようにならなきゃいけないと。だから結局そのいろんなことをしててもうまく喋れないとダメなんです、アウトプットの世界。だから常にそのじゃあこれを勉強してアウトプットしてみてみたいなことをさせられるんです。だからなんか勉強するってこう単に私たちの場合は試験でこう試験の答案用紙を埋めていくっていう作業だったんですけど、違うんですよ、勉強したことをじゃあ何勉強したのっていう、英語でもそうですから、別に会話とかじゃなくても、じゃあ英語の、じゃあこの 文法のこれ喋ってどうなってるか教えてとか、なんかそういうのなんですよ、ね、だから科学とか物理学とか全部そういう感じで、じゃあちょっと喋ってみてみたいな。だからいわゆるその自分が頭の中でその理論なり何なりをまとめてもう一度喋るっていうことをしなきゃいけない。文学とかでも、国語とかでももちろんそうです、まあね、数学とかでもそうだから面白いんですけど、だからやっぱりちょっと頭の構造っていうか勉強ができる人ってもちろんその理解をしとかなきゃいけないっていうのは最低限じゃないですか。その囲碁よく広がるキリスト教じゃないけどそういう年代とかを覚えるのはもちろんのこと、それを体系立てて人に説明できるっていうところまで持っていくんですね。なんか面白いですよね。だからその仕事とかやっぱりできる人ってそういうことができる、そういうのがさ上手い人ってやっぱ強いじゃないですか。でも知識っていうのはだから言えただけではダメだという、どれだけうまく、その知識を出していくかっていうことが、で結構やっぱりなんか見て、オンラインでテストとかやってる時にうちの娘は知ってるのにうまく喋れないとか多いんですよね。なんか知ってるのにはいいいえしか言わないとか、なんか結構コミュニケーション術みたいのもあるなと思います。でなんかやっぱりこう上手い人っていうのは、あでも織田信長っていうのの次にこういうのがあってみたいな感じでどん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 話を盛り上げていくことができるんです。だからそのなんか技術っていうか、あじゃあもういいですって先生が言うまで喋ってるみたいなだからやっぱりなんていうのかな、そういう意味で忘れるとね、なんて言えばいいんだろうな、どっちがいいとは言えないんですよ。なんかやっぱりだからその口がうまいやつが結局勝つってことになっちゃうじゃないですか、そしたらと思うじゃないですか。まあもちろんでも、もちろんそこには知識っていうのが必要なんで、ただ単に口だけだとやっぱりバレるんですけど、いわゆる、ね、常識みたいなことを言っちゃうとやっぱりバレることは多いんですけど、まあ、その勉強の仕方っていうのは結構理にかなってるなと思いますね。頭に残るよね、やっぱね、人に説明するっていうか、こうその人に説明するってなったらやはり物語性とか、その、まあ、歴史だったらその多分その流れっていうのがすごく重要になっていくからということで、やはりあれですね、勉強の仕方もちょっと違うなという話をしました。おいしい、ありがとう。